この男、坂田銀時、かつて白夜叉と呼ばれ、攘夷戦争でアマントに恐れられた男。アマントがはびこるこの江戸の町で一人、まるで野良犬のようさ。 Tonight 時には牙を抜いて戦うんだ。さあパッション。おい、何なんですかこのオープニング VTR、 なんであんたしか出てこないんだよ。だって主役だから。かっこよかったでしょ。いやいや、クオリティ低すぎますよ。出来の悪いカラオケビデオだった。ある。だって俺が家のパソコンで作ったんだもん。あんたの家のパソコンで作った映像をでかいスクリーンで流すな。そして自分の名前だけ何回出せば気が済むんですか。だって主役だから。最後の方のやつ読めなかった。ある。最後のやつがアラビア文字で、その前がハングル。そんな説明しなくていいから。歌も自分で歌ってただろう。絶妙に下手な感じで。誰が下手だこの野郎。